私は予備校で生物の講師をしています朝倉と申します。私は生物の世界非常に魅力的に思っておりますので、本来は強大な山中伸弥さんの iPS 細胞の話などをしたいわけですが、本日この場で訴えさせていただいているのは、あさってに迫った住民投票において、ぜひ大阪市廃止に反対をし、大阪市を存続してほしいと切に願っているからです。私はそもそもなぜ今の時期住民投票するのかということ自身が疑問に思っております。日本全国がコロナの中で小学校6年生や中学校3年生は涙を飲んで修学旅行を中止し、さまざまな行事が中止されている中で、なぜ不要不急の住民投票を今するのかということ疑問です。しかしそれを言っても仕方がありませんので、もうあさっての投票において反対多数にして一旦この案を差し戻すしかありません。今回の投票は決して大阪都構想に対する賛否を問うものではありません。投票所に行っていただいても、投票用紙を見ていただいても、大阪都構想ということは一切ありません。問われているのは大阪市廃止の破産性反対です。この間、10年間、この案が出されてから、ありがとうございます。10年かけて、最近の世論調査で賛成と反対が拮抗している。10年かけてやってきても 50% の賛成しか得られないという案が、一旦否決して差し戻すべきなんです。その上で大阪市民みんなの力で福祉、これは大阪市民だけじゃなくて日本国民全民の力でコロナを克服し、コロナを克服した後に十分に住民で住民の7割以上が納得できる案を提示し、そして 2,3 割のいろんな意見を取り入れながら9割10割の人が納得できる案で市の改革を進めていく、これがあるべき姿ではないでしょうか。ぜひあさっての住民投票、まずは大阪市廃止反対で一票を投じていただいて、そして新たに考えていく、そのような必要があるのではないでしょうか。例えば私は生物学をやっている関係で、ワクチンの開発についても注目しているわけですが、ワクチンの開発については例えば51% の人がワクチン有効で 49% の人に副作用があるというワクチンでは困るわけです。町づくりも同様ではないでしょうか。 51% の人が賛成で 49% じゃないという状況で決めていいはずがありません。ぜひあさっての投票においては一旦この議論を白紙に差し戻し、予期をつけた後に大阪市の在り方を考えていけるように、皆様の投票反対へとよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。はい。